はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はい。え、これね、もう何度か伝えているんですけど、 えー、本当にいいまずい状態になりそうです、えー。食料ですね。お米です、特に。はい。あるうちに買っておいてください。はい、えー。何度も言ってます。はい、えー。何がかというとね、今年ですね。今年もしかしたら多くの農家があお米の作付けをね、やめてしまう可能性が非常にいい高くなってきているということです。はい。どういうことかというと、5ヘクタール以下の農家ですね。 は、儲けが出ないようになってしまいました。はい。えまあ、いろいろね、お米の買い取り価格とかあ、まあ、そういったね、えー、ものもあるんですけど、まあ、肥料のね、値上がりが非常に、えー、大変なことになってます。はい。えー、そして、えー、まあ、米の買い取り価格もお、どうやらあ、かなり下がってるみたいですね。えー、まあ、そんなこんなでね、えー、人件費や機械ですね、機械なんかの費用を、お、入れるとね、 どうやら、5ヘクタール以下は、利益が出ないどころか赤字になります。はい。えー、で、どういうことかというとね、5ヘクタール以下の農家って、全体の9割なんですよ。はい。えー、利益が出なくてね、赤になるのに、作るでしょうかね、これ。作らないと思いますよ。で、今年はね、 えー、そういった、稲作を辞める農家が続出するんではないかというね、そういう見方がもう出ています。はい。えー、なのでね、皆さんね、えー、まあ、何度も言っているように、一、えー、人ね、えー、だい,たいあの、一票ですね、あれば、一年食べれますんで、はい、一票ですね、60キロです。 はい、えぇ、ー、50キロの、あ、5キロですね。5キロ、あの、1袋のお米。あれ、10個ちょっとですね。12個です。はい。でもまあ、そんな食べない人もいると思います。まあ、麺類とかね、小麦粉類とかね、そういうの合わせて買うと、この半分で済むかもしれませんよね。 はい、ええー、まあ、1年で30キロぐらいあればあ、あとね、麺とか小麦粉類をね、買っておけば、なんとかしのげると思ってます。なので、皆さんね、えー、各自ね、えー、準備お願いいたします。こちら一、一応、あの、生地貼っときますね。それからね、肥料なんですけど、 大半の肥料が C の国と、はい、C の国と、あのー、和水から来ているそうです。なのでね、C の国と和水とのね、関係が悪い、この日本、えー、彼らは、は売ってく,るくれるのでしょうかっていうことですね、肥料を。はい。まあ、そういうこともございます。はい、もうね、必須でございます、必須。はい。 備蓄は必須です。してないと大変なことになりますよっていうことですね。はい。えー、まあ、契約農家さんでね、自分で、んていうのかな、金額を提示してね、これでね、一年分作ってくださいってやるようなこともいいとは思いますけどね。そういった方法もありますけど。はい。 まあそういうことで、向こう側はね、サクッと女王の、あのー、人数に合わせてね、こういうふうに多分調整していくんじゃないかと思っております。はい、えー、そういうことでございます。まあ,あ、ね、いざという時にね、お腹が空いてどうしようもないということにならないようにね、はい、日本でもやられてますから、はい、えー、日本は例外ではありません。はい。 日本もあっち側の一員でございます。はい。なので、皆さん各自ね、えー、本当に準備してください。はい。もう口、何度も何度も言ってもこれ、あのー、ね、強調しすぎることはないと思うんですよ。はい。まあ、そういうことでございます。はい。えー、それでもね、えー、備蓄やりたくないっていう人は、どうぞご勝手にです。はい。えー、その代わりね、 えー、いざというとき人に頼らないでくださいねっていうことですね。はい。えー、それでは、あ皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。こちらね、パンジーちゃんです。はい。えー、パンジーちゃんですね。はい。それっぽく見えますでしょうかね。はい。